覚えてきた。こんばんは。昨日に続き、昨日もね少しやったんですけど、ちょっと時間を変えて少しだけやったので、気軽にコメントとかしてみてください。緊張しちゃうんだよね、なんかライブ配信。ちょっと目が。そう、2日連続です。そうです、ティファニー、かわいよ、ありがとうございます。こんばんは。私ね、あの目が悪いんですけど、今ちょっとカメラをねアップしてて結構見にくい。見れるかな。一人暮らしは、一人暮らしはね結構や、あのねホームシックホームシックです。一番乗り、イエーイ。まだ始まったばっかりです。はじめ、ありがとうございます。そうなんですよ、だからご飯がね出てこないじゃないですか。今日友達とランチに行ってきたんですけど、結構今帰ってきたところで、ご飯ちょっとこの後、まあね、TikTok 今日出したいんだよね。だからちょっとご飯わかんないけど、あの母がねあれをパスタのソースをねくれたんですよ。なんかそれで食べようかなって思ってます。あー、ありがとうございます。電化製品ね、電化製品って何揃えたらいいんだろう。なんかあんまりまだ揃ってないんだよね。揃ってんのかな。ドライヤー買いました。あとはな、何が、なんかね、でもなんか居心地悪いんですよね、まだ。一人オーガニング一人オーガニング慣れないんですよ。ルンバめっちゃ楽。あ、そうなんだ。あ、確かに市販のパスタソース、そういうのでやったらいいのかな。やっぱりなんかこう家に、実家にいた時に自炊をすごいこうしてたから、こう市販の、最近ね、そう市販のもの食べてなくて、確かにこう食べるのいいかも。加湿除湿付き空気清浄機、あー、欲しい。え、なんかさ、そういうのってさ、加湿除湿どっちもついてんの。冷蔵庫と電子レンジあったら十分。それはね、そうあります、買いました。なんか喉がさいいっていうじゃないですか。あー、どっちもついてるね。少し高い。もう飛んでくお金が、いろいろ揃えたい気持ちもありつつ、でもよく考えたら結婚しないしなみたいななんかこう結婚して同棲をするってなったら、なんて言うんだろう、まああるじゃないですか、ちょっとこういいものをね買うとか分かるんですけど、よく考えたらこの家にこうずっと住むわけじゃないから、なんか高いの欲しいんだけどね、お金がね、そう選ばなきゃなっていう。初見です。嘘あ、指差しちゃった、ごめんなさい。サクラークイーンでした。スーパーレディー。冷凍食品美味しすぎるから自炊する気にならない。あー、確かにね。なんかこの前もレジで冷凍食品をねいっぱい買ってるお兄さんがいました。あ、この人は自炊しない方なんだなって思ったんですけど、自分も一人暮らしです。え、どうですか一人暮らしは、慣れましたか私が聞くの。ライブ配信初めて、嬉しい。たくさんコメントしてください。こんにちは。いつも見てます。え、ライブ初見、やっぱりライブやった方がいいのかな。なんか嬉しい初見さん。こんばんは。
さっき受験さん、うん、うん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 、私も来年再来年から東京で一人暮らしをする予定なのですが、1ヶ月どれくらい費用かかりますか？え、だってさ、なんか初期費用だけでもなんか本当に結構何十万とかですよね。でさらにもうあれなんですよ、もう例えばじゃあ炊飯器買うだけでも1万は超えちゃうしと思う。あ、でも何千円とかでも買えるのかな。結構だからね、冷蔵庫でもなんかね何万ぐらいだったかな。でも本当に結構なんか、え、どんぐらいなんだ、どんぐらいでした皆さん。50万とかはいかないかな。行くよね、行かないか。でベッドとかも買ったしね。どんぐらい行っちゃうてんですかね。うんな、元初見さんいらっしゃい。元初見さんグッドガニング。どうせ将来高いの買うしと思って、高い家電、あーなるほどね、確かに確かに確かに。そうするとでもまあもしじゃあ結婚するってなっても、まあ、使えるのか電子レンジとかね。ベッドとかはさすがにね、シングルだとあれだけど、うんうん、まあ確かにね、実家は本当にお金貯まるよね。あ、ワンちゃんありがとうございます。あ、おお、またいらっしゃいました。家具がね、何す、ラグとか、なんか可愛い、ありがとうございます。ラグとか全然揃ってないんですよラグとか全然揃って、あとなんだ、キッチン系が揃ってないですね。もう料理ができないので、もう大変なことに、もう添加物だらけですね。そんなことないかな。最近はお刺身を食べるのがハマってます。はじめまして。はじめましてじゃない気がする。一人暮らしは案外テレビいらなかった。やっぱそうなんだ。そう、テレビね欲しいんですよ、まだなくて。まあでもそれかプロジェクター流行ってるよね。結構狭いからテレビ置くよりプロジェクターの方がいいのかな。どうなんだろう、どう思いますか。うん、覚えててくれてます、もちろん。とりあえずたくさんかかるんですね。今のうちにバイトとかして頑張、たくさんして頑張ります。さきちゃんバイトしてましたか。してました。バイトで貯めたお金を結構あの脱毛代に使ったんですよでもなんか脱毛がね結構お金かかっちゃって、その時はねそっちに使って、それを一番お金かけたっていう感じでした。実家はね貯まるので、ぜひ実家にいるうちにね皆さん貯めてください。本物、本物です。やっぱちょっとメガメガとか言って、なんかこんばんは。私も脱毛したい。そう、クリニック選びね、私はもう結構いろんなところに経験したんですけど、まあ医療脱毛がいいですよね最終的には。美容も経験したんですけど、まあまあまあ、一人暮らしはもうちょっと慣れるの時間かかる。結局家族と会うと家族がいいってなります。カウンセリングはいろんな、カウンセリングは結構私はなんか行ったらさ、もうほぼ契約されると思ってるんですよ。意思がないから、私はなんか推しに弱いから結構なんかああって契約しちゃうので。でもそう考えると、あの自分で事前にネットとかで調べて、もうここだっていうところに行きました。今日も可愛い、初めてライブ見れました。ありがとうございます。照れちゃいます、嬉しい。初見です。初見さんやっぱ多い。私この時間にライブ配信したの初めてに近いんですよ。うん、したことあったかな。あ、ありがとうございます。なんかクラッカーみたいな、紙吹雪か。しゃぶしゃぶさん絶対焼きそば好きでしょ。好きです好きだけどしゃぶしゃぶが好きですよ。一人暮らし寂しい、寂しいです、すごく。なんか朝起きても
昼も夜も一人じゃないですか。蒸しポンで知ってますか？知ってる。伊吹とよへさんかな、やってたの最初に。作りたいよね。作りたいんだけどね、ようやくあのこの間フライパンが、うん、家から持ってきて、実家からね。猫飼っちゃいました。猫飼いたい。ペットね、ダメなんですよ、ここがね。明日誕生日、ハッピーバースデー。いいな。もう20あれなんですよ、あれなので、あれですね。いつもネイル素敵、嬉しいです。ネイルね、かけちゃいました。かけるってか、もう折れてるか。ん？どうやったらそんな可愛く、いや、私はあ、なんでだろう。でもなんかね、やっぱりまあ、なんですかねありがとうございます。さきちゃんのメイク可愛くていつも参考にしてる。嬉しい。メイクね、ちょっと頑張りたいんだよね。カラコンとかももうちょっと極めていきたいですね。なんか褒めてくださる方が多くて嬉しい。なんかこの時間結構私初めてに近いんですけど、また同じ話しちゃった。ディズニーの新エリア行きました。行きたい、行きたいんですよ。行きたいんだけど、まあ、友達とね行こうかなって話してます。話してるって感じ。行きたいな。でも混んでるよね。混んでるのね。ちょっとあの空いてから行きたいな、1年後とか。いや、今行きたいです。会いたいんだけどイベントないの。イベントですね、もう今年こそはっていう気持ちでいます。イベントってどういうのがいいのかな。なんか喋るみたいな。好きなアニメとかキャラクターありますか？キャラクターはなんかゼニガメ、あのポケモンとかあんまり見てないんだけど、あのね、友達がこうオーガーゼニガメと近いものを感じるって言ってゼニガメをプレゼントしてくれて、あのそこに置いてあります。あ、やっぱトークショーがいいのか。なんかごつい。やだね、爪が折れてる。交通イベント、交通イベントって何なんだ。あ、ありがとうございます。歌ってもいい。ああ、歌。確か。明日仕事です。頑張って。今日はね、月曜日終わりました。なんかすごいの来た。降り注ぐ笑い。ありがとうございます。な、ハートミーじゃない、ハートか。明日仮面の試験で泣きそうです。仮面の試験懐かしい。あれだね、意外とね、いけちゃうんですよ。なぜならね、私ができたので大丈夫です。仮面ってあれだよね、なんかこう試験と、あとあのあれだよね、運転するやつだよね。大丈夫だよ。なんかね、ほんと落ちると思ったら意外とできちゃうんですよ。なんかこう周りの人の余裕がすごかったんだけど、私一人でなんかもうハラハラドキドキして、もうドキドキでした。
最近運転してない。あ、なんかなんて言うんだろう、運転したいんだけど、なんかぶっちゃけのぶっちゃけのぶっちゃけて言うと、なんかこうまだ車が必要な場面があんまりなくて。さきちゃんの言葉を思い出して落ち着いて頑張ります。頑張ってください。絶対できる、できる。今週は毎日ライブですか？いや、毎日じゃないんだけど、でも毎日する気持ちとか言って、ここから先1ヶ月ぐらい空いちゃいそうだけど、やっぱりたくさんライブしたいなっていう気持ちが最近あるので、ぜひお時間ある際に見に来てください。こう、ツイッター、あ、X とインスタの方で一応直前にいつも告知してるので、よかったら、よかったらそちらの方もフォローとかもしていただいて見に来てください。テニアン製にギル自己紹介よろしくね。懐かしい。好きなタイプ、好きなタイプね。これ毎回聞かれる時に、なんか何言ってんだ、なんか違うこと言ってる気がするんだよね。なんかこうなんか毎回違う気がするな。落ち着いてる人かな。いや、どうだろう、どうだろう。一人で寂しい時はベランダ出て窓開けて今日の気持ちを叫んだらいいって占い書いてありました。なんかもう山とかに住んでさ、そういうことしたいわ。カリフォルニア、ハロー、カリフォルニア、通じたかな。前は対等に話し合える人とかって言ってた気がする。あ、そう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 、忘れちゃうんだけどね、それは本当にあります。対等がいいですね。なんか年下でも年上でも、なんか年上だからって言ってさ、こうね、上から来られてもちょっとうーんって感じだし、年下だからって言ってこうベタベタベタすぎてもちょっとうーんって感じ。フランス、フランス、もしかしてフランスからの方ですか？ハローみんなにハローって言って。初見です。めっちゃ可愛いです。嬉しいです。初見さん、もうじゃんじゃんですよ。初配信ではない。毎回ね、本当はね、昨日実は配信したんですけど、昨日は本当にめっちゃ久々の配信でした。広島から、あ、広島、ハロー。 MBTI はまあ、I か E かちょっとわからないんですけど、 NFP です。 XNFP です。目大きい。桜学園も仲良くしてる、いますよ、仲良し。あ、ありがとうございます。Be Real やってない。白目来たよ。あ、ハムくん、ハムくん、久しぶり、お久しぶりです。急にお久しぶりです皆さん。出先だけど音声なしで見てる。音声、さきちゃん、あ、伝わったかな。こう音声なしの人でも楽しめる。今一度食べた、一番食べたいものは今ね、冷蔵庫に入ってる
母さんが作ってくれたほうれん草のクリームソースが食べたいです。パン買ってきたんですよ。あ、夜食べようかなって。いつもより画面近くて嬉しい。読んでるの伝わってるかな。カラコンつけてる。つけてるよ。ちょこっとね、あんまりこうわからない感じのバレないカラコンっていうのをつけてます。一人暮らしで一番欲しいものはめちゃめちゃあるんだよね。めっちゃあるんだよね。何が欲しい、何が欲しいって言って、あ、今ねディフューザーが欲しいです。ディフューザーとあとラグと、まだ揃ってないものね。あとね、冬のお布団も揃ってないし、まあ、夏だからいいんだけど、うん、なんか冠ね、いつもありがとうございます。この犬のマークの方、実家とお家はそこそこ近いんじゃないかな。そんなまあめっちゃ近いってわけではないんですけど。コメントどうしたら読んでくれますか。いや、コメントを読みました。キッチン、そう、キッチン周りがね揃ってないです。包丁もないし、なんか換気扇のフィルターもないし、だからなんか作る気にならないじゃないですか。ネットで出会った人と付き合うか迷ってます。遠距離、遠距離か、遠距離ね、わかる。遠距離はちょっと迷っちゃうよね。まあでも付き合ってみないとわからないところはあるけど、うん、付き合ってみて決めるかもしれない、好きだったら。うん、確かに換気扇のフィルター大事。オーガニックドラゴン、ビリアル来た、ビリアル来た、テレレン、全然音楽違うか、テレレレレレンみたいな。一回会ったことあるんですけど頻度が少ない。あー、なるほどね。ネットっていうのも、まあ、どう難しいところだよね。私はこう結構臆病な性格なので、ネット恋愛っていうのがちょっとまだ踏み込めたことではないんですけど。髪伸びた？ねえ、髪切りたいんですよ。あの今ちょこっとここになんかレイヤーみたいなのが入ってて、でそれをね、レイヤーのちょっとこう短くした感じ似合うかな。髪の毛いつもツヤツヤで可愛い、ありがとうございます。髪の毛は美容院のおかげかな。こんばんは、かなちゃん。ルームツアー見たい。そうだよね、ルームツアー絶対みんなさん。でもね、もうダメです。あ、棚だ、棚がないんだ今。なんかこう物を入れる棚がなくて、だからこう床にね、こう入れられないものがまだ置いてある状態なので、こういつかまとまったらあのします。いつかね、 TikTok で載せようかな。絶対短いのも似合うと思う。うん、ふん、絶対似合わないと思うんだよね。どうやってしたら、なんかでも毛先が揃ってない方が私似合う気がしていて、今聞いてなかったもう一度失礼します。桜井の子です。今日前髪かわいい、今日前髪いい感じ、本当にそうです。ネイル、やばい、今爪がねやばいよね。だからこっち見せます。あとで今日の TikTok にネイル出すので、ぜひ見てください。いつもさきちゃんのポジティブな考え方が好きで
動画見せてもらってます。私がネガティブなので自分で考える方法、うーん、なんだろう。私も比較的なんか最初はネガティブで考えちゃうんだけど、後々、まあ、じっくり考えてこう考え方の違い、なんかさ、物事って結構一つのこうことでもいろんな方向から考えられるっていうことに最近気づいて、まあ、それこそなんかこう分かりやすい例で言うと、こうなんか例えば上司から厳しく言われて、なんかうわ厳しく言われたらシュンってなるか、この人はなんか私のことを思って言ってくれてるのかなって思うかで、なんか変わるじゃないですか。なんか全部さ、なんか一人暮らしもなんか寂しいって思うか、よなんか家族といる時間がより楽しくなるって思うかとか、考え方の違いをなんか、うん、なんかこう身につけるってどうですか。姫カット、姫カットは、姫カットね、似合うかな。姫カットフィルターとか欲しい。音楽の教育実習って大変でしたか。教育実習大変でした。なんかあっという間だけど、まあ、私結構なんかあーって泣いたりとかしてたから、あく結構大変だったかも。でもね、なんか大変なんだけど、こう、なんか大学生の頃には味わえない、なんか刺激がね、いっぱいあってね、もう充実が半端なかった。うん、まあ、でもね、こう結構生徒の人とかと話すのが苦手で、もうちょっと話したかったなっていう気持ちがあります。あきちゃん久しぶり、久しぶり、来てくれてありがとうございます。昨日の夜も見に来てました。覚えてる。あ、えって音楽の専攻、音楽の、ね、専攻がなかったんですよね、うちの大学が。なんか音大じゃなかったから、そう、長期インターシップ辛い。インターシップね、うん、インターシップね、辛い。長期なんだ、どんぐらいなんだろう。なんか終わりが見えないってさ、辛いよね。でもなんかやっぱ 4ヶ月か。もうなんかそれは本当にもうその後のことをひたすら考える、もしくはもうそこでなんとか楽しさがね見つかるといい、いいよね。頑張って、応援してます。イヤホンした。あ、やっと聞こえた。こんばんは。え、今へ声ってない。うー、声、おならしてないですよ。してるように聞けた、聞こえた。ちょっと恥ずかしいな、どの音が。さきちゃん、ピースピース。だって臭かったもん。匂いか、匂い。届いちゃったのかな。あ、ハートミーありがとうございます。なんかね、あの匂いで言うと、そう、この前お母さんとお父さんが泊まったホテルのディフューザーがね、すごくいい香りだったんですよ。それを家にね買ってきたので、私もそれをこの家に買ってきたくて、買ったら動画で紹介したいなって思ってます。大好き大好き猫さん。生理前のむくみ
暴飲暴食。そうだね、なんかあんまり、そうだね、むくみパックン飲んでる。結構顔むくみが安くて、うん、むくみパックン飲んでる。暴飲暴食はね、普段から結構なんか暴飲暴食するときがしたりとかしたりなかったりとかがあって、なんかわかんないんだよね。もうなんか普段からなんか戦ってる普段から戦ってるんですよ。そう、でもやっぱりなるべく、まあでも食べたいときは食べてもいいと思うし、高三、高三で好きです、ありがとう、好き、嬉しい。高三、高三年生、高校三年生、いいな、いいないいなと、もう心の底からのいいな、若いな。ちょっと今日はいい感じですね、前髪が。昨日ねちょっとこう調子悪くて結構なえなえだったんですけど、外で見る TikTok ライブ配信、ライブ配ん TikTok ライブなんか斬新好き。お、確かにいつもなんか夜中夜とかやってるもんね。ぜひその斬新さを、斬新なオーガを、オーガ斬新じゃないか、オーガニング、グッドオーガニング、さきちゃんずっと応援してます、ありがとうございます。最近なんか大学生さえも若く見えてきたよね。ね大学生若いよね。なんであんなピチピチしてんのかな。ご飯作るのはね、まあ好きなんだけど、なんか結構その私ね、こう一人暮らしして思ったのが、やっぱ人に作るのが好きなのかなと思って。自分で作る、まあ作るんだけど、その健康的な食べ物も一応好き、一応ね好きだから作るんだけど、まあまあ、うん、人がいた方がいいかな。昨日思ったけど、なんか質問されて結構考えるけど意外と答えが薄いバレてる、やばいやばい、バレちゃってるじゃん。肌めっちゃ綺麗、ありがとうございます。前髪なんでそんなにサラサラにできるんですか。なんでなんでだろう。なんかこう オイルワックスはでもつけてますね。確かにつけてなかったらちょっとこう、まあ バサバサはあるかもしれない。一人暮らし大変なことないの。大変なことあります、掃除掃除かな。掃除がこんなこまめにやったことなかったから今までね。彼女は男の友達と宅飲みをするんですけど、それは許せないんです。なかなか言えないんですけど、なんて伝えればいいですか。まあでも言ってやめてくれないなら、ちょっとこう考えちゃうよねっていう。もっといい人いるかなとか思ったりしちゃうよね私はそうだな。でもまあ、なんて伝えるべき、直接。嫌なんだよね。で、やっぱストレートが一番いいと思います。育ち良すぎて
親に感謝。私今なんかお母さんありがとうとかお父さんありがとうって言うとしてるのが自分じゃなかった、ちょっと恥ずかしい。さきちゃんはインフルエンサーが本業。なんかインフルエンサー、そうですね、なんかこう一応 SNS 関係のこう表に出てないこともあるけど、こう SNS に関するお仕事をさせていただいてます。今は一周回って戻ってきた、可愛すぎる両目ウインク固めできないからありがたい。体型維持で気をつけてることは、そうね、なんだろう、なんか、うん、私結構ダイエットして気づいたのが、やっぱりこう鶏胸肉とかタンパク質が多いものをたくさん食べるっていう、でそれをね好きになるっていうのがいいです。あの こう健康的なものを好きになる、食べたいっていう気持ちでになるようにこう日々調整とかしてると、うん、いいかなって思ってます。な、ありがとうございます。マックで働いてほしい、スマイルください。スマイルくださいって言われてもなんかこううまく答えられる感じがしないんですよね。ファーストフードどこで働いてみたい。ファーストフードね、なんかファーストフード自体は好きで、モスバーガーとかかな。モスバーガーがなんだろう、あ、なんか友達モスバーガーで働いてる。そういえば今日は全身コーデどんな感じ。今日はなんかこういうのにジーパン、スキニージーパン入ってます。スクショタイム、スクショタイム、そろそろ。あー、そうね、スクショタイムがね、いつもね迷うんですよ。漏れてた？今日はね9時ぐらい、長くて9時ぐらいに終わりにして、この後 TikTok 作って載せるので、ぜひ見に来てください。ぜひコメント、ネイルのね動画なので女性の方が多いかもしれないんですけど、男性の方でもいいです、来てください。ぜひ。ペーパードライバー、ペーパードライバーなんだよね。一人暮らしどうですか。ホームシック気味に噛んじゃった。沖縄ハロー、こんにちは。リンガーハートありがとうございます。なんかインスタだっけ、こうやってしてさハートが出てくるやつ、 TikTok じゃないのか。森先生ロス、あ、確かに森先生ね、合ってないな。アメリカ、これはハローだね。ハロー。いつも僕の動画のコメントは中身がなくて申し訳ない。全然
然そんなことないよ。多分めっちゃ考えてくれてる感じするんだけど、どうなんだろう。ピアス開いてないです。開けたい。ピアス開けたいポーズにしようかな、今日のスクショは。さきちゃんのライブは、あの、これ待って、ごめん、漢字を恥ずかしいからちょっと。耳が赤いね。奇襲ありがとうございます。もうなんか最近もう漢字やばいね。触れてなさすぎてどんどん忘れてくよ。なんか漢検とか、漢検なんか検定取りたいな。なんかいいのないかな。さきちゃん好きなアイス、好きなアイスはあのね、あれが好きですよ。あのいつも必ず冷凍庫にストックしてあるのはあのザ・クレープが好きなんですけど、あとはハーゲンダッツも好き。ハーゲンダッツのねマカダミアがすごい、マカダミアナッツかな、めっちゃ美味しかったです。まだあるかな。ポカリやウクエリどっち派？ポカリ。こんな考えたけど絶対ポカリ。いやでもアクエリアスも好きだったな。アクエリアスも好きなんだよな。でもね、なんか子供の頃はやっぱ甘いのが好きだったからアクエリアス好き。でもアクエリアスも好きなんだよね。レモンのアクエリアスとかすごい好きだった。でも今飲みたい、今ねちょうど冷蔵庫に入ってるのはポカリ。あとね、ソルティライチ。全然違うね。前も言いましたが、山形また来てください。山形行きたい。山形こそ運転免許取った場所だから、運転しやすかったっけ、どうだったかな。雪があったからどうだったかな、しやすいか。そうだよね。そう、なんかソルティライチ、なんかさ、お酒をね割りたいなって思って買ってきました。お酒割ったら美味しいかな。最近あのね、水ソーダにハマ、水にハマってて、なんかいっぱい来た。カービィさん、グッドガニン、ヤッホー、ネックレスかわいい、ありがとう。今大学何年生ですか。今は大学456。ペット飼うとしたら何を飼いますか。ハムスターが飼いたい。なんでかっていうと、もうね、犬も猫もめっちゃ好きだし可愛いなって思うんだけど、いざね飼おうと思うとやっぱり、なんかこう多分ちょっとね、なんかね自信がないんですよ。まだね、自信がないんですよ。ハムスター飼ってたらいいな。ハムスター飼いたい。声本当に好きです。よく TikTok で声聞いてて寝かせてもらってます。嬉しい。これを聞いて今日ももうまだ8時ですが、まだ9時ですが、これ聞いておやすみなさい寝かせるっていう。なんかね、やっぱライブ配信すると
熱くなってくるっていう。推しいますか？推しいる、いるかも。推しはね、あ、でもね、推し、うん。カラオケとか行きますか？カラオケは最近行ってないな。行きたい。あの一人カラオケに行きたいんですけどね、なんかこう時間が合わなくて、朝からとかしようかな。なんか一番うるさくなくてこう静かな時間帯がいいですよね。なんかこうどっかから帰ってきてさ、この後カラオケ行こうってなると、やっぱりこう8時とか7時ぐらいになっちゃうと、なんだろう、こうワイワイ系、こうお酒ワイワイ系が、お酒ワイワイ系になっちゃうとさ、あれじゃないですか、こう居づらいというか、自分もお酒ワイワイしながらカラオケ行くことはあるんですけど、ソルティライチ飲みたくなってきちゃった。一人行動はね、余裕かって言われると、まあ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 、なんか何、焼肉とかはちょっと厳しいかな、わかんない、行ったことがないんだよね。カラオケは全然できる。なんだろう、あと何ができない、できるかな、でも比較的できる方だとは思うんですけど、あとね、一人行動で言うと映画館も一人で行ったことないくて、でもなんか買い物とかは結構一人でしたい。買い物は一人派、気使わせちゃうじゃん。あとね、なんだろう、まあでもランチ、パスタ屋さんとかは一人が、一人でも全然、友達もどっちも、うちも好きですね。スタバ好きですか？スタバ大好き、大好きです。スタバはね、なんかありましたよね、キャラメルクリームみたいな。今なんか変わったんだっけ、あれが好きだった、一時期ハマってたんですけど、最近はホワイトモカみたいな、ホワイト、違う、ホワイトモカだっけ。酔う、あ、酔うじゃない歌うさきちゃんの姿を子供に見せたいです。あ、なんか歌、ライブとかしたら来てくれるのかな。なんかまだ、まあ、まあまだとか言ってもうね、そろそろ行動に出ないといけないですよね。うん、うん、化粧水は何使ってますか？化粧水は結構なんかいろんなの使ってるんですけど、なんか乾燥肌気味なので、ちょっとこうなんていうの、あれですね、しっとり系、例えば白ジュンとか、化粧水、今白ジュンしか出てこなかった。そろそろある機会待ってるよね、本当にいつも応援してくれてるムーさん、ありがとうございます。まあ、皆さんも本当にありがとうございます。もうそろそろ、あ、もうちょっとかな、9時まで。ホワイトマカのショット追加は甘すぎなくておすすめ。ショット追加って何？何？何？とか言ってた。世間知らずすぎる。ショットってなんだっけ？あ、痛い。ありがとうございます。ハートミーかっちゃんさん、かっちさん、かっち、ん、かっちやんさん。あ、エスプレッソ、エスプレッ、エスプレッ、エスプレッショ、ショット、はい、エスプレッ、
ションション、はい、はいはい、何時に起きますか？最近は7時半とか7時台にはまあ起きたいなっていう感じ。名前読んでくれてありがとう。あ、よかった、言えてよかった、よかったです。神々やんはい、うん、私は神々しちゃうんですよ。お兄ちゃんと喧嘩しますか？お兄ちゃんとはね、まあまあまあ喧嘩っていうか、うん、ありがとうございます。喧嘩っていうか、まあもうね、なんか都市的にこうガーっていう喧嘩しないんですね。なんかこう冷たいなとか、それぐらいはあります。なんでそんな冷たいなみたいなうん、うん、あと5分。喋る時の口、ありがとうこうね、言われるとね恥ずかしくなっちゃう。ありがとうございます。今教習所通ってます。運転怖い、うん、すごいわかる。自分なんかがさ、運転できるのって思うよね。こんな社会に出て運転していいのかなって思っちゃうよね。でもね、こう言われた通りにやれば大丈夫です。ゆっくりと、焦らず。私はね、それがちょっと苦手で最近運転してないんですけど、ケンタくん頑張れって言ってほしい。ケンタくん頑張れ、頑張ってね、いろいろいいことあるよいいことあるよ。合宿免許で友達できましたか？友達はね、できなかった。一人できたかな、一人できたっていうか、まあその場所でこうたまたまグループが一緒になって、なんかこう高速のね、教習みたいなやつでたまたま一緒になってお話しした人はいるんだけど、友達っていうか、まあ連絡先も交換してないし、ただ話しただけ。でもだからできてないです合宿免許で恋愛ってあると思う？あ、でもなんか私の友達は結構あったかも。なんかインスタ交換してみたいな、その後遊んでみたいなのあった気がする。うん、あるかもね。その免許合宿所に、教習所によるかもしれないけど、なんかそのそういう交流の機会がある場所だったらあるのかな。今初めての社交から帰ってきました。お疲れ様。すごい、社交の時期なのかなってくらいすごいコメントいっぱい来る。ライブ初見です、ありがとうございます。あと3分。 MBTI は NFP です。9時来ないで。うん、あと3分ですね。9時来ちゃう。いつも動画楽しませてもろてありがとう。そうですよ、今日も動画出すのでぜひコメントしてください。夜ご飯ね、そう、夜ご飯どうしようかな。でもね、今日結構そう遅め昼ご飯だったからお腹があんまり、うん、でもちょっと食べるかも。 TikTok 作ろうかな。ね、夜遅くなっちゃうかもしれない。
誕生日はいつですか？誕生日は4月11日。初見さん嬉しい。また来てくださいね。ぜひぜひ来て、またもう今日はね終わっちゃうんですけど、話してください。ぜひ。休日の過ごし方知りたいです。最近は本当に家具がね揃ってないから、ひたすら家具をね調べたりとかしちゃってるんでね。割とそう考えるとインドアなのかもしれないけど、こう連れ出してくれる人がいたらこう外行きます。グッドオーガニングです。あ、じゃあそろそろ終わりにします。そうだ、あとね服とかも結構見てる。ネットね、ネット通販、服を買いに行ったりもするかもしれない休日は。あと1分、あと1分。じゃあ最後ね、スクショタイムをいつもしてるので、なんかこうリクエストがあったらリクエストって変か、スクショタイムいきます。初めて投げた？あ、待って、見逃したかも。ありがとう、後で確認するね。キュン。グッドオーガニングポーズ。グッドオーガニングポーズってないんだよね、そういえば。グッドオーガニングポーズです。はい、ちょっとなんかスクショタイムね、なんか恥ずかしくなっちゃうんですよね時々猫耳。慣れますね。ウインクがね、そう、ウインクがねちょっとね下手なんですよ、ウインク。ちょっとね頑張ります。え、なんかたくさんギフトありがとうございます。横顔、横顔なんか角度可愛い。明日も頑張る。明日も頑張ってください。ぜひね、もうまたやるので、ちょっとね頻繁にライブ配信しようかなと思ってるので、ぜひ来てください。またね、可愛すぎるので推しにしちゃってもいいですか？もう嬉しいよ。ぜひまたね。ありがとうございました。また直前にインスタとツイッターの方で、X の方で告知するので、ぜひそちらもフォローとかお願いします。で、今日のまた夜11時とか12時近くなっちゃうんですけど、 TikTok 投稿するので、ぜひいいねとコメントとシェアとコメントといいねとお願いします。じゃあねー、おやすみなさい。